も極寺っす。似てる。どうも山本です。そっくり。でこれが京子ちゃん。どうだった。綱みてえな極寺、綱みてえな山本、綱みてえな京子ってとこだな。服部師匠、言われてみればその通りですよね。つうか中身までは変わりっこないよ。変われるもんね。変わるよ。お前らもシリコンマスク作ってもらったのか。モノマネじゃないんだから。ともかくイーピンにまで手を出すなんて。イーピンに変装したランボに変装した暗殺者か。ランボに変装したイーピンに変装した暗殺者かもしれねえぞ。いくらなんでも変身して体まで小さくなるはずないと思うけど。ああ、もうわけわかんないよ。暗殺者って何の話？なんでもないんだ。多分服部師匠が命を狙われてるんだよ。そうなんですか、服部師匠。ま、京子には関係ねえ話だ。乱暴さんか、まあ、どうやらおめえらは本物だったみてえだな。シリコンマスク作ってるのかしら。本当だよ、ランボやイーピンのシリコンマスクなんてこの劇に必要ないのに。いつの間にか戻ってるし。って忍者だって引き捨てならねえな。出せねえとか言うくせに今日は珍しいな。誰の話をしてるんだ。俺は忍術指導の服部師匠だぞ。はいはい、そういうことね。なんだったの今の。やっぱりジャパニーズ忍者が化けてたみてえだな。いつの間にすり替わったんだろう。全然気づかなかった。やつの変身術もいよいよ侮れねえな。どうかしたんすか、十代目。なんか教室が騒がしかったみたいですけど。極寺くん、本物だよね。やめてくださいよ、中大名。この俺が偽物に見えますか。見えないからって安心できないから困ってるんだよ。ああ、そうだ。なんすか。これでどうかな。
うわあ、兄貴。よかった、殿だ。いくらなんでもひどいっす。そんなもん持ち歩くなんて。こうでもしないと、どこにジャパニーズ忍者が紛れてるかわかんねえからな。言い出したら、ここにいる笹川だってジャパニーズ忍者かもしれないっすよ。ああ、まさか、さっきからずっと一緒にいる京子ちゃんが忍者なわけは。伏せてください、10代目。な、何？覚悟しろ、この忍者野郎、2倍ボム。逃げやがったか。ゴクデラ君、京子ちゃんになんてこと。あれは本物の笹川じゃありませんよ、十代目。どういうこと。わかんねえのか、おめえ。あいつ俺のことをゴクデラさんって呼びやがった。本物の笹川ならゴクデラ君って呼ぶはずっすよ。あ、そうか。爪の甘い野郎っすけど、見た目は完璧でしたね。でもさっきまでランボに化けてたはずだよ。いつの間にか本物の京子と入れ替わってたみてえだな。やべえんじゃねえか、ゴクデラ。何が。俺の弱点が姉貴だってこと、忍者野郎に完全にバレちゃいましたからね。そっか、ごめんね、ゴクデラ君。いえいえ、とんでもないっす。これからは姉貴がいきなり出てきても本物じゃないと思って踏ん張ってみせますよ。ジャパニーズ忍者。いい加減気づけぞ。こりゃ命がけの学園祭になりそうだな。ま、頑張るよ、妻。一言かよ。だもんね。言ったはずだよ、
楽しませてくれ。無断で校内に入ってくる君の方がしつこい。行くぞ。やってやるぜ。励ません。行くぜ。ほらよ、くらえ。惜しかったね。じゃ、またね。つなくん、さっきランドくんに変身した子ってつなくんのお友達なの？だからあれは俺を暗殺しに来てるジャパじゃなくて、俺を偵察に来てた邪魔な忍者だよ。どこのクラスの忍者なの？いや、どうやって説明すれば。どこのクラスかは定かじゃねえが、波盛り中に綱より変身のうまいやつがいるみてえだな。それマジっすか、服部師匠。一緒に見たじゃない、極寺くん。十代目、なんとかしてその野郎の正体を突き止めましょう。忍者ってだけですでに特定できてるような。誰かが分かればその人にうちのクラスの演出顧問になってもらおうよ。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ笹川。十代目に恥をかかせるやつはこの俺が許さねえ。安心してください、十代目、俺が必ず見つけてその野郎を締め上げますから。極寺君、さっきそいつに締め上げられそうだった気が。ああ、それはまあ置いておいて。でも実は俺もう一つ考えてることがあるんですよ。どういう考え？怒らないで聞いてくださいね、十代目。うん。そいつに十代目の役をやらせるんすよ。俺の役？十代目がやってるってことにして、変装野郎を代わりに舞台に立たせるんすよ。もちろん成果は全部十代目のものっす。汚ねえ考え方だぞ。いいんです、黙っててください、服部師匠ね、十代目。それでなくても十代目の命を狙ってる野郎に手を焼いてるんすから、使えるもんは何でも使うしかないっすよ。だからその命を狙ってるのが忍者だってのに。おう、貴様か。これは。いやー。
来るなって言っただろ。今授業中なんだぞ。でも俺っちツナに見せたいものが。そんなの後後、いいから家に帰れ。ちえー、せっかくイタリアのボスから新兵器を送ってもらったのに。ツナなんかでっかいウナギに巻かれてヌルヌルになれ、バーカバーカ。ビーだもんね。じゃねえか。ランボ。さあ、見かけなかったぜ。それよりツナ、ドライヤー持ってねえか。実はちょいと問題が発生しまって。あれなんだけどさ。俺としたことが釣りの最中にうっかり川の中に落っことしちまって、早くあいつの体を乾かさねえと町をぶっ壊しかねねえんだ。ほら沈まれエンツよ。悪い悪い。おいおい、手伝ってくんねえのか。冷てえな、妻。ぷい。ランボさん、今ブランコっぽいに乗ってて忙しいんだもんね。だからツナとおしゃべりしてる暇なんてないんだもんね。リボーンのやつをドカーンってぶっ殺す計画なんだもんね。
キャオッソって言ってるそばからリボン発見。リボン血にさらせ。お前が死ね。Thank you.